ちゃくちゃ美味しいというトウモロコシ屋さんができたからな。浜田農園ですごいトウモロコシ買えたぞ。うん、トウモロコシ買ったよ。本380円、高級だけど糖度21度。21度、生で食べてる。すごいよね、メロンより甘いんだって。生で食べれるやつだから。早速食べてみよう、ね、ちょっと普通のトウモロコシと違うよね。うん、八ヶ岳生トウモロコシ、そうっていう品種なんでしょ。いや、甘い匂いがすごい漂ってるいただきます。甘い。甘い？なんかみずみずしいね、なんか。これは美味しい。なにこれ？え、生のトウモロコシこんなに美味しいの？ねえ。けど焼いたり茹でても甘、もっと甘くなるかもね。うん。もはやフルーツだよね、これじゃ。そうでしょ、うん、だってメロンより甘いんだから。ちょっと食べてみてよ。うん。うおすごいな。すごくない？めちゃくちゃ甘いな。甘いし、みずみずしいし。水がすごい、だってじゅわって出てくる。なんか垂れたもん、足に。すごい。すごいな、うまは清水さん家のブルーベリー農園っていうところに行く。なんかすごいよね、なんか住宅地だってだ ね、あんのかな、こんなところに、ね、この前白馬で美味しかったからさ、うん、また行きたいなと思って、うん、トウモロコシ食べてちょうどいいじゃん、お腹も。あったよ。おお、あったあった。ここにどうやって止めたらいいんだろう。その横に突っ込んじゃえば。シーベリーだって、うん、初めて見た ね。なんか日本では3カ所4カ所でしか作ってないんだって、うんうん、ロシアとかモンゴルでいっぱい作られてるらしいよ。オレンジ色、黄色というか、うん、あ、美味しいな。結構酸味はあるんだけど、うん、独特の味がある。酸味の中になんかすごい味がある、うん、甘くはないんだけど、うん、すごい味のある実だね、うん、美味しいね、うん、これでさちょっとジャムとかさめちゃくちゃうまいだろうね。あ、ちょっと砂糖入れてさ、うん、ね、なんか木がオリーブっぽいね、葉っぱがね、葉っぱが、うん、木はあれだけど葉っぱがすごいオリーブっぽい。初めてだね、ブラックベリー。珍しいよね。なんか時々さ野いちごみたいなのでなってるじゃん、うん、なんか、うん、登山とか行くと、うん、夢のようです。うん、甘い。すごいいっぱいなってる。ブルーベリー、うん、甘いな、美味しい。これは何？ジャージー。うん。とんでもなく甘いのがある。うん。めちゃくちゃうまいな。これ全部あげる。パクっていっちゃって。さあ、ブルーベリーも食べてお腹いっぱいになったかな。うん。次は諏訪大社。諏訪大社に行こうか。うん。諏訪大社行って、うん、でその後諏訪湖を自転車で一周しようか、うん、お、諏訪大社、え、左ってなってるけどな。でも駐車場はなんかまっすぐか。神社でいいの、うん、駐車場、あ、あったあったあった、諏訪大社駐車場、
わ、超広い。ただか。ただ。いいな。ただ好きです。おー、足埋まるらしいよ。ほう、博物館前ってあっちも博物館あったもんね。おー、博物館の前にあるの？あるらしいよ。ここは何？お土産物屋さん。なんか座ってうなぎが有名だよね。そんなら、うなぎのさ、うん、あれがあるね。やっぱり有名なんだ、岡谷とか。あー、そうかも。お気持ちいい、食べたい。ここで氷あるよ、氷。すごいね。行きますか。すごいな、立派だね。立派だね。あ、ほんとだ。こんな散らだ。あー、すごい。高いね。お本宮一の御柱だって。高い。あっちの奥もすごいな。すごいね。日陰は涼しいな。うん。あ、すごい。すごいよ。あの川一枚川だって。牛の日本一大きいって。よし、じゃあ行く？オッケー、諏訪湖一周。あ、なんか出てきた。2キロだって。どっからスタートだったんだろう。すごいね。葉っぱ取るやつかな。なんか浮き草みたいなの。へー、こんなんあんだ。諏訪市に入った。わあ、すごいじゃん。サイクリングロードがちゃんとできてるじゃん。すごいね。これはいいな。へえ、諏訪湖ダックツアー。何これ、ガラスの里だって。花火が上がるんだって。お、なんだここ。あ、片倉館か。すごいね。ちょっと見に行ってみようか。すごいじゃんこれ。天然温泉千人風呂大浴場。おお、お風呂があっちにあるんだねえ。クラスはだって。なんかおしゃれだよここ。
です。スワンがいるじゃん、そこに。クラスワの前がちょうど遊覧船乗り場なんだね。結構おしゃれだしな、クラスワ。ね、なんかもう長野県のもいろいろ買えるね。八幡や磯五郎の。うんうん。足湯があったよ。入ってみようか。いいね、自転車こいで足湯して。ね、これがなゴールぐらいにあったらいいんだけどな、中間なんだよな俺らの場合。こっちから出発したらよかった ね、 ね、さっきのクラスターの近くに止めといたらさ、うん、ここでちょうど足踏して終われたのに、ね、まだ半分あるもんな。しかも向かい風、ほらあそこ竹屋味噌、扇風機が来たよ、扇風機が涼しい、すごい涼しい。ちょっと車通り多いけどさ、でもいいよ、テラスで開放的で、うん、ファミレスでさテラス席があるところってないじゃん。ないね、うん、まあ、コロナ流行ってから一回も行ってないしね、うん、怪しいと思う。どんどん怪しい、美味しそうじゃん。こちらはポッキ丼、ハワイだな。ガーリックシュリンプかな。美味しそう。でもポキなのに火が通ってるね。いただきます。美味しい、海苔がいいな岡谷着いた？まだかな。また足湯発見、疲労回復。これは何、下諏訪温泉になるのかな。塩市摂氏44度、あー高いね温度が。すごい綺麗。降りたらあそこからあっちあっち靴脱いで入った。あー確かに横でサップしたら気持ちよさそうだね。綺麗だし、上からずっと下ってこれるじゃん。鎌口水門に着いた。岡谷だな。車はどこだ。車そこら辺に見えるはずなんだけどね。あったあった、真正面。あーゴールゴール何時間、3時間ぐらいかかっちゃったかな。うん、疲れたね。疲れたね。結構遊んだな、3、4時間ってところ、うん、ついつい。これからステイシ公園行こうかな。すごいぞ坂が、ね、すごい。左、左。なんか霧広くなってるね。え、うん、霧ヶ峰までも12キロだって。このまま行けるの、うん、絶景絶景、すごい絶景。うわ綺麗だな、うん、お着いたよ。お着いた着いた。あ、空いてる空いてる。余裕じゃん、よかったね。
た。9時になっちゃったね。うん。で、夕飯は、うん、じゃん。うわー、みんなの天候だって。いいね。長野県のソウルフードらしいからな、これは。これは片焼きそば、うん、餃子と野菜炒め弁当。うん、こんな感じ。何レモンがついてんだ。何レモンって。片焼きそばにレモン入れるんじゃない。レモン普通お酢だよな、入れんのなんだレモンって。そうだねいやレモンなんか人生で初めてだよ。へー、こんなレモン汁があること自体すごいじゃん。こんなね、クッキングレモンでもなんだクッキングレモン、レモンなのに無果汁だって。どういうことすごくない。クッキングレモンってもしかして酢なんじゃないじゃん。そうかも。酸味料、アルコール、調味料。じゃあお酢の代わりだ。名称レモンジュース。私は野菜炒め、うん、美味しそう。うお、すげー。いただきます。はい。うん、美味しい美味しい。これぞ片焼きそば。うん、なんかそこにさ、うん、面白い自販がいっぱいあるらしいから。へー、ちょっと寄ってく。え、あるでしょ、焼き芋とか。冷やし焼き芋。何がある。田中そば、中華そば、餃子もあるし、市川餃子、亀そばも美味しそう。沖縄のソフそばだよね。うん。隣には焼き芋屋さん、500円だ。冷たいでいいよね。冷たいがいいね。お、なんだ、こんなんが出てきた。すごい。わ、すごい。え、何これ。これに入って出てくるんだ。こういうのだからね。いや、冷やしてるっていうか、缶の形にしないとダメだから。あ、なるほどね。うん。え、なんだこれ。あ、標高1818m だって。すごいな。気持ちいいとこだね。ここじゃん、ここ。I'm gonna take my time.